明治プロビオヨーグルト LG21 プレゼンツ、全国の天気と胃の負担指数をお伝えします。まずは天気予報です。日本海側は雲が広がり、雨が降ったり止んだりな天気です。太平洋側のエリアでも雲が広がり、すっきりしない空、雨が降ることがあり、一時的に本降りとなることもありますので、広く雨具が活躍する一日となります。北日本は日本海側ほど雪が降ることがあり、注意が必要です。また北日本は昨日から気温が急降下、すでにこの最高気温は出ている気温となり、この先はですね、だんだんと寒くなりますので注意が必要です。西日本、東日本は太平洋側ほど比較的過ごしやすい体感となり、東京では5月上旬並みの暖かさとなります。ただ夕方以降は寒くなりますのでお気をつけください。続いて胃の負担指数を見ていきましょう。朝と夜の気温差が出ている影響で、東京や高知ではかなり負担となっており、胃の負担に注意が必要です。そこでおすすめなのが、一時的な胃の負担を和らげる LG21 乳酸菌を使用したヨーグルト、明治プロビオヨーグルト LG21 です。 LG21 乳酸菌は胃に着目して選び抜かれた乳酸菌で、一時的な胃の負担を和らげます。気温の変わりやすい時期です。胃の負担対策には LG21 乳酸菌ですね。以上、明治プロビオヨーグルト LG21 プレゼンツ胃の負担指数でした。